外国人が増えたな。さっきクレイちゃんと相談したんやけどな、この物語の内容はね、内緒にするって決めたの。まあ理由は聞かんといてや、後でわかるし。うちらが店にいる間、あんたらは姿の彩り祭を見てきたらええわ。また時間経ったらうちらんとこ戻ってき。ゆいみやお姉ちゃん、早く早くお絵かきしに行こう。あれ、おいらみんなで絵が描けると思ったのに、なんか気が収まらないぞ。あ、いいこと思いついた。窓辺に行ってみようぜ。やっぱり変えよう。じゃないと遅すぎる。今のどどこが稲妻に来たらどんなことするんかな。ね、どどこは美味しい串焼き3種と牛骨ラーメンと長男の卵焼きを食べるんだよ。へえ、ええ感じやん。クレイちゃんはそれ描いてるんか。めちゃくちゃ上手に描けてるわ。描き終わったら印刷しようか。行算すって姿の彩り祭で配るで。でも印刷するんやったらモラいるやんな。うちが普段から貯めてるお金で足りるんやろか。ゆいみやお姉ちゃん、クレイもモラ持ってるよ。ほら、50モラじゃ足りひんかもな。本当にどうしようもあらへんかったら旅人に何とかしてもらおうか。ね、栄養騎士のお兄ちゃんはすごく大変だから、クレイもう迷惑かけたくない。だからクレイがお魚をドカーンしてモラを稼いでくる。お魚ドカーンはあかんって、パイモンちゃんと旅人に言われてんのやろ。じゃあアルベドお兄ちゃんに頼るしか。アルベドお兄ちゃんって？アルベドお兄ちゃんはクレイのお兄ちゃんだよ。すごく頭が良くて何でもできるの。お絵かきも上手で、ヒルチャールとかガイアお兄ちゃんとかドドコも描けるんだよ。アルベドお兄ちゃんが稲妻に来たのもみんなに絵を描いてあげるためなの。あー、なるほど。クレイちゃんの言うアルベドお兄ちゃんは多分八重堂に協力してる画家の先生やねんな。画家の先生？それって絵を描く先生のこと？アルベドお兄ちゃんってスクロースお姉ちゃんの先生のだけじゃなくてお絵かきの先生でもあったんだね。ゆいみやお姉ちゃん見てて、アルベドお兄ちゃんが教えてくれたの。ドドコの色はこうやって塗るんだよ。へえ、よう似てるわ。そうやったらうちはこっちの街道描いとくし、クレイちゃんはドドコに色塗ってや。それにほら、ここに字入れれるから絵の説明もできるで。うん、じゃあこう描くね。もう、あ、もう聞こえないみたいだな。ドドコは稲妻でほんまに楽しそうに遊んでるな。二人ともまるで本当にドドコと一緒に遊びに行ったみたいに嬉しそうだな。さて、あとはドドコの物語を印刷するだけや。八重堂に行こうか。着いた。ここが八重堂や。八重堂の人、あ、いた。新谷おばちゃん、クレイの知ってる人。お、お、
おばちゃん。誰が私をおばちゃんだって？ああ、白亜先生が連れていた妹ちゃんね。クレイちゃん、今日はどうしたの？新たにおばちゃん、手伝ってほしいことがあるの。ドドコの物語を印刷して、みんなに見せてくれないかな？ドドコ？もしかして妹ちゃんも小説を書いてるの？ドドコっていうのはその物語の主人公かな？いや、ちゃうね。ドドコっていうんはほんま似てる存在やで。ほら、これがドドコや。わからないわ。じゃあ、オイラたちが説明するぜ。なるほど。その願いに応えてあげたいのは山々だけど、ごめんなさいね。姿の彩り祭における個人作品の印刷委託はもう期限が過ぎてるのよ。それってドドコはみんなに会えないってこと？ごめんね、クレイちゃん。クレイちゃん、そんな悲しむことあらへんで。まだうちと旅人がおるやん。うちらが方法考えたるわ。その、新たにさ、本当にどうにもできひんのか？モラならいっぱい出すで。印刷の人手が足りひん言うんやったら、うちらが手伝う。よいみやさん、お気持ちはわかるけれど、これはそう簡単に解決できることじゃないのよ。今回私たちが個人作品の印刷まで手伝ったことで、多くの本の印刷が遅れてしまったの。最近は印刷工場も大急ぎで遅れを取り戻そうとしてるわ。だから本当に無理なのよ。どうしよう。本当にどうしようもなさそうだぞ。いや、諦めさせたりせえへんで。うちが子供の頃、父ちゃんが祭りに連れてってくれる言うたのに、仕事が忙しすぎて忘れられてしまったことがあんねん。いつになったら父ちゃんはうちを連れてってくれるんやろってずっと考えて、祭りに参加した人がどんどん帰ってきてもずっと待ち続けとった。その夜うち大泣きして、そんで今でもずっとあの時どれほど悲しかったか覚えてる。うちはクレイちゃんにそんな思いさせとうないんよ。印刷できひん言うんやったら、うちはうちのやり方で最善尽くしたるわ。だからうちは自分で書く。この何日かを使って書けるだけ書いて、姿の彩り祭に持ってく。ふふ、宵宮のその譲らぬ姿勢、わらわはとても気に入っておるぞ。ミコ、それにアルベドも。状況は相分かった。申し訳ありません、八重様。よい、分かっておる。何時はただ決まりに従ったまで。それに印刷の進捗も確かに芳しくはないからの。じゃが八重堂は人々に夢と喜びを与える存在じゃ。かわゆき目の子の願いすら叶えられぬなど、みっともないことこの上なしじゃ。そうじゃな。うむ、わかった。宵宮、そして目の子よ。主らの作品を印刷させてもよいが、ちょっとした代価を払ってもらうぞ。それでもよいか？宮司様、代価なんてとっくに覚悟してます。もったいぶらんと言うてください。まったく、何も恐ろしいことではあるまいし、わらわを鬼ババのように言うでない。わらわが言いたかったのは、今から印刷をするには一つしか手段が残っておらぬだろうということ。それは他の印刷物の余白に付け合わせ印刷をする方法じゃ。じゃが現状、反面にはもう角しか印刷できそうな余白が残っておらぬ。その本を入れるには大きさを半分にする必要があるぞ。そのような犠牲を何時らは受け入れられるか？クレイちゃん、うちらの本を半分までちっちゃくしたら宮司様が印刷してくれはるらしいんや。それでもええか？いいよ、ありがとう宮司様お姉ちゃん。
この子はなんとかわゆいんじゃ。ならこれで決まりじゃな。新たに今晩の印刷に間に合わせよ。はい、今すぐ手配してまいります。付け合わせ印刷をすることは確かに可能かもしれないけど、印刷工場にはきっと迷惑をかけてしまうだろう。本当にすまない。気にせずともよい。この小さき手助けはクレイちゃんへの手土産じゃ。それにこの先も八重堂からは何時に挿絵を頼むことがあるじゃろうからの。白亜先生、これはわらわの投資だと思ってくれて構わぬぞ。さて、これ以上何時ら兄弟を邪魔するのもあれじゃし、わらわは先に行くぞ。よし、これで完璧に解決やな。あとは八重堂からの言い知らせを待つだけや。宵宮に旅人、まさか二人がクレイにこんな楽しい思いをさせてくれていたとは。本当にありがとう。気にせんでって。うん、わかっているよ。クレイは僕の大事な家族だからね。もんでもないんやけどな。トドコとクレイ、それにうち、そこにあんたらを加えたみんなで一緒に経験した物語や。
もちろんパイモンちゃんかて出てくるで。これはドドコとうちらみんなの楽しい経験なんやから。クレイとヨイミヤお姉ちゃんから栄誉騎士のお兄ちゃんに送る物語だよ。八重様から二人に伝言よ。この本は合板印刷されたものだから、量が君たちの想像よりもはるかに多いの。印刷費はいらないけれど、君たちの本の売れ残りは一緒に印刷された本の特典としてつけられる。どう？それでいいかしら。そんなほんまにええんか？うちらはええとしても、その本の作者さんが。実は一緒に印刷された本の名前はテイワット観光ガイドっていうのよ。あ、ママの本だ。クレイちゃんのママ本書ける人やったんや。クレイちゃんの母親であるアリスさんはテイワットの有名な冒険者なの。彼女のテイワット観光ガイドもちょうど新しく稲妻編が出るところなのよ。八重様はすでに宣伝文句を考えているわ。テイワットで最も有名な冒険者の親子がついに手を取り合う。うん、大ヒット間違いなしね。はっ、そんなことだろうと思ったぜ。ミコが損するような取引をするわけない。めちゃくちゃ八重様らしいな。でもこれでよかったんちゃ。クレイ嬉しい。ママの本と一緒になれるなんて、まるでクレイとママが一緒に冒険してるみたい。姿の彩りさえに来られて本当によかった。ガイドの公式出店ですよ。同人作品の展示会場をご利用の方はこちらから申請してください。